はい、こんばんは。こんばんは。はい、ということでですね、カモンマテリアル、はい、はい、マテリアルの坂部五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、今日配信してるのが、ま、9月11日なんですけど、はい、首相誰になるんでしょうね。ねえ、もうなんかすっかりなんか派閥のこの人数感情でもう菅さんちゃうかみたいな話に、ね、まあ、今日の時点ではまだなってますけど ね、はい、なってるけど、はいはい、石破さんとかね、その岸田さんとかも諦めずに出てはるんで、はい、さてさて切り崩しがどうなってるのか自民党の話なんですけど、はい、まあ、残念ながら日本の首相の話でもあるので、これ、はいはい、自民党総裁イコール日本の総理になりますから、はい、まあまあ、注目はやっぱり日本国民としてはしとかないと、はい、誰になったって自民党でしょっていう人おるけどでもね、はい、やっぱ違いますよ。 どういう形でどういう手続きでなっていくのかってね、はい、よくやっぱり僕らも見とかないと。全然話変わりますけど、ね、はいはい、なんかちょっとかっこいいマスクしてません？あ、これでしょ、なんかこれでしょ、はい、これね、長崎の、あ、長崎の、そうなんです、おくんちっていうお祭りがあるんですよ、うん、でその、まあ、毎年10月の頭に、やってるお祭りなんですけど、すごいんですよ本当に長崎では。まあ、分かりやすく言うとどうか、大阪でいうと岸和田のだんじりみたいな感じ。蛇踊りが出てきたり、こっこでしょっていうのが出てきたり、その傘ぼこっつって、はい、100キロぐらいあるすんごいでっかい傘を一人で持ち歩いて。それは何出てきてるんですか？100キロ、100キロあるそうです。そう、持ち上げて持ち上げて練り歩くんですよ、はい、本当に本当に僕も実際見ましたけど、はいはい、とか、まあ、あとオランダ漫才とかいろいろあるんですけど、その、何か町かあるその長崎市内の町が7年に1回踊り町っていうのになるんですよ。あ、その町って、そうそうそう、割り当てられる、その、その地域、地域、地域、町で、はいはい、でその踊り町になると、うん、その何年の踊り町の人らはその何年にその蛇踊りやんのか、何かやんのかとか船出すんかみたいなのをやらなかったんですよ。あ、そこは主催になってやるって感じ。やるやるんです。でそれが毎年その長崎のいろんな神社に奉納されるんですね。はいはいはい、はい、うん、でそういうのをお祭りを称しておくんちっていうんですよ。うーん、で何がすごいってね、もう奉納される神社の境内とかには、はい、なんていうの、桟敷ができるんですよ。本当に本当に、はい、でそれ一マスなんぼって売られる。あ、ほうほうほう、へえ、そう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 、だからその桟敷のところにものすごい人が座ってて、はいはいはい、弁当を持ってとかでこう行って、はい、みんな見物してる。それ買ってそこに座るっていう感じ。座るんです。うーん、でそれがまあまあ毎年あるんですけどね、はいはいはい、でその時に必ず踊り町は各町で、うん、その何ですか、オリジナルデザインの、はい、例えば何々町とかであったら、その町の、手ぬぐいとか作ったりね、ハッピーとか T シャツが作るわけですよ、はいはい、でこれは実はその手ぬぐいで作られた、これ麹屋町、麹屋町って言ってますけど、はい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 、麹屋町の手ぬぐいで作られたマスクなんです。うーん、これちょっと今年のバージョンですか？今年だからないんですけど、はいはいはい、7年前からずっと準備してるんで、みんな。ああ、そうか、順番分かってるんです。順番分かってるから、順番、そうそうそう、突然決められるんじゃなくて、はいはい、もう順番分かってるんで。あ、なので、ひょっとしたらそれ準備してたやつ使えなくなったんで、うん、マスクにしちゃってるのかもしれないですけど、はい、そういうのは作って売ってるんですか？これ売ってんのかな、それ聞かなかったんですけど、僕がこの間、お盆前に長崎にちょっと帰ったんですけど、はい、その時に長崎の友人が、はい、はいどうぞって言って、あ、もらったんですか？もらったんで、あ、はあはあ、僕買ってはないんで売ってるかどうか知らないですけど、はい、まあ、なんかでもフィルムの中に入ってたから、はい、ひょっとしたら売ってるのかもしれないですけどね、はあはあ、どっかで売ってるのかもしれないですね。うーん、はい、それってちなみにその地域っていうのは、うん、何個ぐらいあるんですか？地域、踊り町のこと、はい、ものすごいたくさん。ね、それもね、9丁目なんですよ、はい、今 その区画整理された後で、はい、整理されちゃったんじゃなくて、その昔の町の区切りで全部やられてるんで、今の
町名にはない町名とかいっぱいあるんですよ。はあはあ、そのお祭りの時お祭りの時にしか聞かない名前とか、そうそうそう、あの麹屋町とか鍵屋町とか八幡町とか、はあはあ、いろんな町があって、でそれが何回ぐらい巡りするのかな、うん、だから7年に1回から多分7等分ぐらいされてるんですよね。で必ずその 7年に1回ずつこう回ってくるっていう。あ、なるほどね、はいはい、あ、7年に1回は絶対やらない。そうなんです、そうなんです、そうなんです、はいはい、そうなんです。だから、7年間貯金をする、貯蓄を始めるんですよ。はいはい、あの奥んち貯蓄みたいなの始めるんですよ、あの長崎の人たち、はいはい、そういう風習がね長崎にはあって、まあ、多分だから岸和田も、はいはい、だんじりやるのにその、まあ、体力もね、はいはい、あの作らなきゃいけないしとかっていうのがあるけど、ね、おそらくですけどお金、うん、そのハッピーやらなんやらとか、はいはいはい、すっごいお金使わはると思うんで、うん、それもやっぱその年に1回やったら年に1回用に毎年 その時用にお金貯めてるとかあると思いますけど、はいはい、うん、だってあの、まあ、この間まあ、こんなん言ったらあれなんで、うん、地域は出さないですけども、うんうん、あの参加させてもらった祭りの、うんうん、地域の、うん、あのトップになる人いたじゃないですか、はい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 、総長かなんか、はいはいはい、あの方は100万以上使う言ってました。あ、そうでしょ、そうでしょ、選ばれたら100万以上使う言ってました。だからそれを用意しとかなあかんですよね。はいはい、大変なんですよ、だから祭りって意外とね。そうですね、うん、まあ、だからね、うん、その各地で本当はね開催されるはずだった祭りが、はい、どんどん、まあ、今年はねやっぱコロナのそうですね、人が集まれないので、うん、できないってことで中止にどんどんなっててますけどね。そうですね。ね、今年はやっぱ厳しいですね。いや、うん、厳しいですね。厳しいですね。ま、もうほんまにもう密になりますからね。いや、難しいっすよね。どう考えてもね、はい。防護服やってね、だんじり担ぐわけにいけへんしね。マスクなんかしてたら死んでやりますよ。いや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 、ほんまにほんまに。息できないじゃないですか。ね、それでもやりたい人たちは防護服なんでしょうね。そうですね、そうでしょうね。やるとしたらね。やるとしたらね、はい、いやでも死にますよね、はい、あの10月でも、まあ、10月、まあまあまあ結構涼しくはなってるかもしれないけど、いや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 、ね、日中とかはね、いやいやいや、絶対暑いですよね。ですよ、海面の温度がなんか海水温、海水温、あの日本の近海の海水温が30度ある、うん、言ってました。おかしいって、どう考えてもそれがね、やっぱり広がってるって言ってましたもんね。30度ですね。あのこれから台風シーズンというか、はい、どんどんボコボコ起こってくるはずなんで、はいはい、でしかも9月入ってるのに全然海水温が下がってませんから、はい、これこのままでいくとひょっとするとあの今年記録的な台風の数とかになる可能性もね、ずれてね、今少なすぎますもんね。いや来てへんし、ほんまやったら8月に来てるやん、はい、何個か1個も来へんかった全然来へんで、来へんかった上に、うん、来た思ったらえげつないの来るじゃないですか、はいはいはい、でこれが今度9号10号でもうあっという間に11、12とかボッコボコ出てくる可能性が ね、うん、ありますから、ほんまにこんなん3つ4つ一緒に来たらもうたまんないですよ。いやだから2年ぐらい前にほら大阪も直撃したでしょ、はい、あのトラックが横転したりとか、あのプレハブがゴローンって飛んでいくとか、あれでも久々でしたね。いや大阪って結構来ない、ね、来ないですね。来ない、うまいことね紀伊水道でね止められるんですよ、避けますもんね、うん、あのだから紀伊半島と、うん、あの四国と、はいはいはい、それからの淡路島がね、はいはい、あの入ってくるところでちょうど塞いでくれてるんですよ、うん、でちょうどそのこのデコボコのところで間入ってこないんですよ、はい全部大体それ出てくれるんですけど、はいはいはい、久々に来ましたから ね、うん、で来たと思ったらえげつないんですよ。怖いですね。いや本当に皆さん、そうですよ、ほんまに備えあれば憂いなしなんで、ね、うん、絶対ね自分は大丈夫やろうっていうのを思わん方がいいですよ、ほんまに、うん、絶対何かしらね、なんかやっとかないと、いや何が起こるか本当に分かんない。まあまあ、あの逆に言うとね、だからこそそのまあ、例えば僕もそうやし、うん、あの大阪部さんもそうやと思うんですけど、まあ、言うたら明日死ぬかもしれへんわけじゃないですか、うん、だから悔いなく生きたいから、あのやりたいと思ったことをきっちりやったろうっていうので、はい、今こういうふうにあの配信もやらせてもらってますけど、はい、まあ、かといってね、うん、その生きるとか死ぬとかってその防げないものもあれば、はいはい、あのちょっと軽減できるようにする工夫もできるじゃないですか、うん、はい、
病気とかね、なんかやったらまあしょうがない部分あるかもしれないですけど、まあそうでもないんだったらね、そうですね、避けられるものだったらできるだけ避けた方がいいと思う。そうですね、ちょっとしたね、あの気をつけてたら大丈夫やったのにっていうのがやっぱり一番悔しいですもんね。いや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 、まあまあこれからね、はい、何が起こるかわからないんですけど、本当に皆さん気をつけてというか、そうですね、はい、やっていきたいなと思うんですけども、はい、まあ、今日ちょっとね、あのゆるゆるに喋ってる感じではあるんですけど、はい、あのこれだけは触れときたいなんていうのがいっぱいあって、うん、まあ、今日一応配信日が9月11日ということなんで、はいはい、今から19年前ですね、はい、まあ、約20年前になるんですけども、の9月11日っていうのが、うん、あのアメリカのワールドトレードセンターに飛行機2機が突っ込んで、はいはい、ペンタゴンに飛行機が突っ込んでっていう、いわゆるアメリカ同時多発テロ事件というのの日が、まあ、まさに今日なんですよね、はい、19年前でしょ。19年前なんですよね。もうそんな経つんですよ ね、 そうですね。もうあの時何がすごかったって、もう何やろ、テレビつけたらもうあの映像しかないんですよね。そうですね、テレビ見ててニュース出て突っ込んで、うん、うーんっていう感じです、うん、うんっていう感じです、ほんまに、うんうん、何が起こってんのこれみたいな感じでしょ。これは何みたいな感じでしたもん、ね、あれはしばらくの間ずっとあのワールドトレードセンターに飛行機が突っ込む映像ばっかりでしたよね。はいはいはい、本当にテレビ時代というか、まあネットもだいぶ出てきて、うん、その逆に言うとYouTube、それこそ今皆さん見てる YouTube なんかでも、はいはい、多分今でも検索したら出てきますよね、うん、あの911その、同時多発テロっていうふうに言ったら、はいはい、ものすごいいろんな情報が多分出てくると思うんですけど、うん、まあね、あれも結局ウサマ・ビンラディンがやったということで、うん、最終的にオバマ政権で捕まえて殺害したと、うん、いうことになりましたけどもね。まだクリントン、あの奥さんの方ですね、ヒラリー・クリントンが国務長官の時代だったかな、はい、にあの会議室で捕まったという状況を聞いて、うん、殺せという命令を出して殺したっていう話なんですね、うん、あれね、まあ、なかなかえげつな話でしたけど、はいはい、まあまあ何でしょうね、その事件事件でやっぱりビジュアルってあるじゃないですか。僕がやっぱりすごいイメージとして残ってるのは、まあ、同時多発テロはあのワールドトレードセンター、うん、でまあ、時期的に言うとちょっと前後しますけど、阪神淡路大震災のあの、はい、あの43号線やったけど、はいはい、あのね、高架がえらいことになってて、深井のあたりのね、はい、あのやつで、あの黒煙が上がってるみたいなやつがあったり、うん、でその後で言うと湾岸戦争とか、まあ、それもうちょっと前のかな、はい、前後するのかな、でイラク戦争があり、でやっぱり東日本大震災2011年、はいはい、もうなんかそのやっぱ事件というか大きな、うん、まあ、災害にしても戦争にしてもやっぱビジュアルで残ってるというかね。そうですね、今はもうすぐに、ね、放送されるというか、うん、見れますもんね。そうなんですよね、うん、まあ、どこまでね、ほんまに正解なことを伝えてるかとか分かんない。フェイクニュースもすごいね、今ありますからね、はい、いやというよりフェイクニュースの一番の走りは、うん、あのまさにこのワールドトレードセンターだって言われてるんですよね。あ、もうまことしやかにしばらく言われてたのは陰謀説すごかったんですからね、はい、しばらく言われてたのはあのワールドトレードセンターに飛行機2機突っ込んだあれは嘘やとかっていうね、うん、うん、あのあんなことはなかったっていうあれは映像加工されてるっていう、うん、あのだってたまたまねあれをビデオカメラに収めてたって8時46分ですよ、うん、はいはい、なんで撮ってたなんで撮ってたのこれ。でしかも同じような角度から撮ってるやつばっかりなんですよ、はいはい、当時の編集のプロの人たちが、うん、いや俺これなん作れんでって作ったらあの合成であんな風になるっていうのを作ってたりね。で実際ワールドトレードセンタービルドの綺麗にズドーンと落ちたじゃないですか、はいはいはい、あれはその飛行機2機であんな風にはならないので、うん、まさにあのね、あのビル爆破のね、はい、あれと同じように構造の中でここここここっていうところに、うん、あのうまいことを爆薬をしかも、はいはい、その適量の爆薬を入れとかないと、うん、あの同時にうまいことやっていけへんかったら無理だから、はい、うん、っていうことは確実にあれは飛行機であんな風に崩れたんじゃなくて、うん、爆弾も仕込まれてたし、はい、でもそれ爆弾仕込むのに一体いつからあの爆弾は仕込まれてたんやとか何年かかんねんっていう感じでしょ。いやもうだから急にやった仕事じゃないよねって話なんですよね、はい、うん、
でちょうどあれでその CIA か FBI かの中であのワールドトレードセンタービルが攻撃された時の対処法みたいなマニュアルが出てくるとかね、いやいやいや何を想定しとんねんみたいな話じゃないですか、はい、うん、まあだからいろんな陰謀説ってあの時ものすごい流れてましたね、まあ、あのちょっとあの知り合いがものすごい陰謀説大好きな人があのすぐ近くにいたんで仕事中にそれずっと見せられてたんでね、まあ、誰かは言いませんけど、はい、そんなこともありましたけどね、はい、いや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 、まあ、大きい事件はねやっぱりといろんな話題になりますよね、話題というか、うん、いろんなものが出てきますよね。そうですね、まああのまあしばらくこういう平和が続いてくれるといいなと思うんですけども、まあ、きな臭い情勢には世界情勢はどん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 進んでいっているというのは、まあ、残念ながら間違いないので、まあ、できればこれ以上人が死ぬような事件というのは起こってほしくないなとは思うんですが、まあ、今コロナ来ますけどね。そうなんですよね、まあ、まあコロナ自体が陰謀説ですから、はいはい、誰がやったみたいな話もどっかにありますからね、うん、まあ、まあでも怖いですね。だから2001年でしょ、2001年で2011年が東日本、 東日本じゃないですか。あれも陰謀のありますか、はい、で来年2021年じゃないですか、はい、なんかこう10年10年以上ね、なんかね、なってますよね。なんか怖いですよね、うん、来年何かあるかもしれませんよ、ね、信じるか信じないかはあなた次第ですという、はい、オチがついたところでいい感じのオチがつきましたね、はい、はい、というところで、まあ、今日はこのぐらいにしておいてですね、はい、はい、じゃあそろそろ呼んでみたいと思います。はい、あゆさん、はい、持ってきましたよ、持ってきた、はい、はい、誰が誰やったっけ、はい、お猿のまさおくんと、まさおくんと、はい、カエルのたけしくんです。たけしと、はい、マスク、はい、今日マスクしてます、はい、はい、はい、ちゃんと防疫対策をして、はい、防疫対策をしております、はい、こちらの子たちが配信している YouTube チャンネルが新しくできましたので、はい、できましたね、はい、前回言ってましたね、はい、はい、言ってました、はい、はい、はい、まだ何回目ぐらいかわかんないんですけど、まだね、2回ぐらいかな、はい、2回ですね、はい、ぐらいやっての配信となっておりまして、踊るお猿に見るカエル、コアラが奏でるマーチングという、チャンネルタイトルとなっておりますので、あ、そんなタイトル変わったの？チャンネル名はそうだ、それです。あ、番組名がみんなで踊ろうマイウェイダンスがチャンネル名です。チャンネル名はタイトル名です。あ、どっち？あれ、はい、もうね、長ったらしいチャンネル名つけるからじゃん。はいはいはい、はい、楽しい、はいはい、コアラもいるんで、はい、まあ、3人でね、はい、はい、今日はコアラ君はちょっとお子様、はい、あの喋らない子なんで、ああ、なるほどね、なるほど、ハスに構えてる感じなんで、ああ、そうなんや、2人だけを連れてきました。なるほど、はい、うん、そうそう、可愛い3匹がお送りする、はい、踊るお金に見たかえるコアラが奏でるマッチングぜひチャンネル登録お願いいたします。お前な、女優としてそれぐらい覚えとってたセリフは覚えてこい。はい、はい、はい、その他の、はい、こっちの、はい、スタンプでいいんだ。あ、スタンプをね、今作成中なので、 LINE スタンプですね、はいはいはい、を作成中なので、はい、お楽しみにしてください。楽し、はい、そう、めっちゃ可愛いです。可愛すぎて、うん、もう、あゆさん作ろうと思って LINE スタンプ作ろうと思って作ってます。 LINE スタンプ作れるの？はい、頑張ってます。ちょっと勉強しながらですが、なるほど、はい、可愛らしいのは皆さんにお届けしたいなと思っておりますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、で、この他の YouTube のチャンネルですね、いつか見た映画の会チャンネルがございまして、各週の月曜日に放送しております。お時間は18時からで、次回が21日、9月21日の放送となっておりますので、はいはいはい、ぜひぜひご覧ください。そうですね、はい。で、劇色チャンネルっていうのがございまして、はい、演劇の話をする、はい、チャンネルとなっております。9月は毎週木曜日の15時30分から放送しておりますので、毎週です、こちらは。これあれですよね、あの、はい、これ収録部今日が木曜日なんですけど、今日やってたんですよね、だからね。そうです、ね、はい、やってました。あの、大阪部さん出たかった、はい、ね、はい、ね、はい、ね、なので、今までの作品の話、そうですね、演劇派カラーズのチャンネルなんで、うん、あの、演劇の話ね、はい、いやいや、はい、それがいいと思います、はい、ね、
はい、はい、で、マテリアル通信の方が毎朝9時から放送しておりますので、はい、ぜひご覧ください。あ、10時から10時から放送すいません、今ドキドキしてたよね今ドキドキしてたよねすいません、10時からです、10時から、うん、これで間違いないですね10時からですなかなかプラス思考やなはい、はい、そうで、そうなります。イベントの方ですねが、9月が、14日の日ですね、14日月曜日がチームラッシュがございます。走るイベントとなっておりまして、お時間が18時から受付開始で19時から走ります。はい、走ります。皆さんで一緒に楽しく走りましょう。で、参加費が無料となっておりまして、ちょい飲み企画もございますので、ぜひぜひご参加くださいはい、はい、行きましょう。はい、はい、で、なんかやろうよ大人の放課後がその次の日にあります。15日ですね、15日火曜日にあります。18時から受付開始で18時30分スタートとなっております。まあ、有益な情報とかのね、情報交換がたくさんできたらなと思っておりますので、参加費無料となっております。ぜひぜひご参加ください。はい、はい、9月19日土曜日が G ファイトクラブの、ゴルフコンペがございます。はい、なので、皆さんでゴルフを、ゲームですけどね、後ろのモニターを使ってゲームをする。そうやね、こんな狭いところでワンホールを回らないパターゴルフもできへん、できないですね、はい、ゲームイベントです。はい、はい、皆さんお越しください。参加費が1500円で、お時間が15時からスタートとなりますので、ぜひぜひご参加ください。それに伴いまして G トレーニングでゲームの練習日もあります。こちらは16日の水曜日が練習日となっておりますので、ぜひぜひご参加ください。参加費は500円となっております。お時間は19時からになっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、喋りました喋り切ったね、喋り切ったね、はい、喋り切った、はい、ーと言いました、うん、ね、はい、まあ、だいぶ間違ってたけど、はい、いろいろとな、はい、いやでも間違ってくれた方が俺ツッコミがやるから楽しい、ありがとうございます、はい、はい、はい、では帰ります。はい、はい、ありがとうございます。バイバイ、マサオ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 とたけし、マサオとたけし、はい、それでは続きまして、もうこのままいきましょう。はい、高橋さん、はい、どうもお待たせしました。シネマスクユーのコーナーでございます。シネマコメゲタ高橋力です。今日は関係なくプレゼンターを着ております。最近だからなんかそういう T シャツ凝ってきたよね。 T シャツ一応ね、家にあるのもね、いろいろ引っ張ってきて、はい、僕は対抗してバースベイダーです。ああ、そうですね、あのまだあのだいたい500円になると買うと。ああ、なるほど、値段が落ちてきたら。そうです、だから初回では買わないということでございますが、はい、さあ今日はですね、はい、先ほどの流れからはい、なんで、はい、今日は 9.11 の映画に変更しました、ね、本当は妖怪人間メムとオープンする予定だったんですけど、やはり911なんで、そうですね、911の映画なんですね、はい、日本ですけど、はい、一つはユナイテッド、はい、93ですね、はい、これ2006年アメリカ映画でございます、はい、日本劇場公開は2006年の8月10日ですね。先ほどお話がありました、ね、サムラシニューヨーク国際空港発のサウナシ国際空港時のユナイテッド航空のがテロに、ね、テロに、ね、はい、襲われて、はい、40人の乗客と、はい、乗務員、その他乗務員さんの方の話ですね。要するに、家族との電話のやり取りとかを中心に再現したというかね、まあ、生存者はいないんですよね。そうですね、いなかったんで、そのやり取りでやってます。で、これはやっぱり、物語をはっきり伝えるために有名な人が出てません、うん、だから乗客40人は40人全部ここパンフレットには本当の名前載ってますし、ほんで俳優さんの名前も載ってるということで、40人さん全てが、まあ、一応配役っていう形になってます。なるほど、はい、でだから有名な人は出てないし、監督はですね、ポーかな、ポール・グリーン・グラス監督と言いまして、はい、ドキュメンタリーを、まあ、撮ってた方なんで、これ、この後に、この前にボーン・スプレマシというあの劇映画作りましたけど、うん、分かった、作りましたけど、もともとはドキュメンタリーが作ってるから、あのヒゲのおっさんやん。そうですね、ほんで、まあ、一応監督曰くこれは、ドキュメンタリーはなくて実話なんで、ドキュドラマっていうジャンルを作ったと言われてます。あれ、まあ、これも風化しないようにね、ちょっと見ていただきたいなという
感じです。ただまあ映画としてなってますから、実際問題ねもうちょっと、ひどかったかもしれんし、あのそうですね、そこの場合は、まあ、風化させないために見ていただきたいと思います。はい、でもう一方は、はい、まあ、先ほど話してましたけども、まあ、ワールドトレードセンターの話なんです。ここで、まあ、救助に向かったあの消防の方の話ですね。巡査部長ですかね、と、その部下が、あのいろんな人の助けを、助けを、使ってまた救助に向かったという話ですね。これも、まあまあ、実話でご本人さんが書いてある、手記って言いますかね、それを映画化した作品でございます。はい、これやっぱり先ほど監督が言ったように8時40分過ぎですね。そうですね、8時、はい、1台目がね。で、さっきの結局空、飛行機はユナイテッドは30分なんかずれてたんですね、予定よりも、うん、だから結局、出発した途端にその1機目が突っ込んだわけですね。突っ込んだっていうのが入ってきたので、結局もその時にはもう、ね、パニック状態というか、あの結局そっちでパニックになってるので、管制塔からこのユナイテッドの方には、やはり情報が行きにくかったみたいですね。なるほど、それで使われたんや。そういう感じになってます。なるほど、はい、この監督は、オリバーストーンですね。オリバーストーン、この方はもうプラトンであるとかね、もう先ほど言ったあの7月4日前とか、ベトナム戦争とか扱ってまして、あと JFK とか、はい、ニクソン、ブッシュ、あの、はい、歴代の監督を使ってるという監督。まあまあ、先ほどユナイテッドは無名の方を使いましたけど、やっぱりちょっとこれヒーローもになってますんで、ニコラス・ケイジを、そうですね、はい、使ってるという形で、まあ、この当時ね、あれなんですよね、うん、その要するにそのワールドトレードセンターのこの件があって、はい、当時ね、やっぱりヒーローになってたんですよ、ね、はい、消防士の方、はい、あの人命救助をするということで、うん、消防士の方がすごいヒーローになったし、はい、あのあとしばらくの間、はい、あのアメリカの子供たちはかなりの子が消防士になりたい、うん、そうですね、ファイアマンになりたいっていうふうに希望したっていうぐらい、はい、あのものすごい英雄視された、うん、まあ、その人のドラマですね、これね、はいはい、それを見ていただきたいと思います。まあ、はい、これも見て、まあ、風化させないように、そうですね、平和テーマの奥底は平和でございますので、うん、そうですね、もう一本ね、本当はこれ3本シリーズで、うん、ジャーヘッドという作品もあったんですけど、うんうん、それはまあどちらか湾岸戦争を扱っている話で、テロとは直接つながらないんですけど、はい、平和をテーマにした映画で、まあ、やっぱその湾岸戦争を見てアメリカの兵隊がいつ出るんやってね、うん、そういう映画がありました、ね、うんうんうん、あの全然構想、戦争が起こらない、はい、戦争を待ってる、若者たちの映画もありましたので、はいはい、3本続けて平和を考えてください。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございました。はい、はいはい、それではエンディングなんですけども、はいはいはい、まあまあちょっと駆け足でいろいろ話してたんですけど、まあ何ですかね、たまにはこういういろんなことを考える時があっていいですよね。そうですね、うん、まあ、平和ってやっぱ大事だし、なんかよくほら、あのなんていうんですか、この政治家は戦争を目指してるとか、あの戦争やっちゃいけないからだとか、その、憲法9条がどうだとか、いろんな話ってあったりとかするんですけど、まあ、僕がどっちやとかどうやとかってそんなの置いといて、そういうことについてちょっと思いを至らせるというのはやっぱ必要じゃないかなと思うんですよね。あのなんだかんだ言いながら、その世界情勢で常に動いてて、やっぱどん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 あの厳しい状況に、なっていってますし、何より経済が悪くなると絶対戦争起こってるんです。あの人類のそのいろんなその歴史の中で経済状況が悪くなる、もうこれイコール戦争につながっていくっていうのは、もう本当にこの歴史の中でもう火を見るより明らかなので、このコロナによって世界中が景気悪くなってますから、それの責任を誰に取らせるみたいな、まあ、言ったらそのものすごい薄っぺらい話になってしまった時が本当に怖いんですよね。そうですね。だそうならないように僕たちはよく見とかなきゃいけないし、はい、お互いをまあ何ていうんですかね、あの理解し合うっていうことをちゃんとやっていかないといけないと思うんで、まあ、そのきっかけにこの911っていうのがなってくれれば、うん、あのまあ3000人ぐらいの方が亡くなり、6000人の方が負傷して、まあ、約9000人の方で100億の損害が出たっていうね、いうお話なので、あの決してそれをそのなんかひな壇にあげてとかっていう話じゃないんですけど、風化させるんじゃなくてしっかり考えることによってやっぱ教訓にしていかないといけないんじゃないかなと思うんですけどね。はい、ということで、今日はこんな感じでお送りいたしました。はいはい、では、また次回もよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。